かけろ、かけ。串寺で争いだ。そうか、危ない。乗りよ。三階様。様を見てください。たっ飛ぶべき寺を血で汚すとは許しておけん。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば、僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり、寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は？近しい僧と避難を。無事だといいのですが。皆を手当てします。孔明様は無事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。よし。すでに行った。猛虎に攻め入られておったが追い返したぞ。ならば住職はそこに。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。事態は良くなったのか。いさかいに意味はなかったと一度気づかされました。そうおっしゃればいいものを。耳を貸さぬ者には行動で示せ。孔明様の教えです。孔明様はお一人で口寺を束ねております。もし何かあれば皆が逃げ出してしまう。よし、百姓の家に行くぞ。煙。村からです。お、
まさか住職。どうして全て燃やしてしまう。違います、孔明様ではありません。他を探せ。確かめましょう。逃げようとして斬られたのか。孔明様ではない。中を見よう。殻だ。藁の寝床。うん、湿り気が。逃げおおせられたのでしょうか。藁を濡らして身にまとい、裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。兵がいます。何をしてる。声を出すな。何を見ていた。去看路压森别滝のあたりを調べてみました。血がある。飛び降りたな。滝の裏に洞穴があるぞ。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければ僧は逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自世の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。
孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか？猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。口寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われるとは。手を結び猛虎を倒すぞ。本尊、見つけねばな。